はい、こんばんは、あきらです。今日はですね、江戸後半超歴史ポイントについてお話をしていきたいと思います。今回は江戸時代後半です。5年生の時には深くやらなかった田沼意次や外国船の接近なども出てきます。カタカナは少し覚えづらいかもしれません。ラクスマン、レザノフ、フェートン号、モリソン号などです。またいつも通り地図と連携させて覚えていきましょう。はい、一つ目ですね。享保の改革、八代将軍徳川吉宗、別名米将軍ですね。足し高の姓、才能ある武士を重要な役につけます。揚げ米の姓、大名に米を差し出させます。その代わり参勤交代を半年にしました。くじ型お定め書き、大岡忠助、公正な裁判のためです。目安箱を設置、小石川養生所などができました。新田開発を進める、さつまいも干渉の研究、青木昆陽、洋書の輸入を一部認める、始皇六民から五皇五民、年貢の率ですね。打ち壊し、江戸の町人が米問屋を襲いました。一方百姓一揆は農民が起こしたものです。はい、次ですね。田沼意次、老中ですね。株仲間から冥加金を取って特権を認めました。商人の力を利用しました。一方でですね、賄賂政治とも言われてしまいました。手賀沼や印旛沼の干拓、大商人の資本を利用しました。長崎での貿易の制限を緩めました。銅や海産物の輸出を盛んにしました。蝦夷地、北海道の開発も計画しました。はい、三大改革二つ目、官制の改革ですね。老中、松平定信です。天明の大飢饉で荒れ果てた農村を立て直すために行いました。ですから一つ目は機能令ですね。農民を帰らせます。そして囲い米の制、大名に穀物の蓄えを命じました。官制医学の禁、朱子学を幕府の正式な学問としました。棄捐令、旗本御家人の借金を帳消しにしました。白川の清き魚の住みかねて、元の濁りの田沼小石、世の中にかほどうるさきものはなし、文武というて夜も寝られず。これは官制の改革についての強化ですね。こういったものもテストに出ることもありますから、資料集ですね、チェックしておきましょう。天保の改革、老中、水野忠邦。天保の大飢饉、1830年代ですね。人返しの方、農民を帰らせます。株仲間を解散、株仲間っていうのは特権を持つ商人の集まりのことです。明智令、江戸と大阪などの重要都市の守りを固めます。大塩平八郎の乱、1837年、元大阪町奉行所の役人ですね。大阪の商人を襲いました。苦しんでいる人々に米や金を分け与えました。ロシア船の接近、ロシア使節ラクスマン、1792年根室に来ます。場所チェックですね。ロシア使節レザノフ、1804年長崎に来ました。こちらも場所チェックです。その後ですね、ロシア船と日本船は争うことが増えました。開国兵団、林士兵、1792年蝦夷地の探検、近藤十三、千島や樺太の探検、間宮林蔵、全国を測量、正確な日本地図、伊能忠敬、異国船打ち払い令、1825年フェートン号事件、1808年長崎ですね。場所もチェックです。オランダ商館から薪や水、食料を奪いました。イギリス船ですね、フェートン号は。モリソン号事件、1837年、これは浦賀です。
日本人の漂流民7人を乗せていました。こちらはアメリカ船です。晩舎の獄、1839年、高野長英、医者、鳴滝塾と渡辺火山、画家が処罰されました。異国船打ち払い令が中止になりました。アゲン戦争ですね。これで、清国がイギリスに負けたのを見て、異国船打ち払い令は中止になりました。ペリーの来航、1853年、司令長官ペリー、アメリカ人ですね。浦賀沖、神奈川県です。浦賀、場所チェックしておきましょう。遭難した乗組員の保護や捕鯨を行う船の食料や燃料の補給を要求しました。日米和親条約、1854年、漢字注意ですね。下田、静岡県と函館、北海道を開港すること、燃料や水、食料などを供給することを決めました。一方で鎖国が終わりました。鎖国はですね、約200年間続きました。アメリカの他にイギリス、ロシア、オランダとの間にも結ばれました。アオイロと頭文字で覚えておきましょう。日米修好通商条約、1858年、漢字注意ですね。総領事ハリスと大老井伊直輔の間で結ばれました。函館、神奈川、長崎、新潟、兵庫を開港しました。頭文字を取って箱の中には兵で覚えましょう。イギリス、ロシア、オランダ、フランスとの間にも結ばれました。頭文字を取ってあ、お、い、ふ、ろで覚えましょう。治外法権を認めました。漢字注意です。関税自主権を持てませんでした。こちらも漢字注意です。関林丸、勝海舟がアメリカに渡ります。安政の大国、吉田松陰、長州藩、松下村塾が死刑になりました。桜田門外の変、1860年、井伊直輔が暗殺されます。貿易の開始、円グラフ注意。輸入、毛織物、綿織物。武器、艦船、綿糸、工業用品を輸入しました。一方輸出、生糸、茶、山種、山種というのは蚕の卵のことです。海産物などの農産物や半製品を輸出しました。その結果ですね、輸出品の生糸が国内で不足しました。貨幣を大量に発行し、結果物価が上昇してしまいました。都市部で打ち壊しが起きました。主な貿易相手国はイギリスです。尊王攘夷運動、尊王、朝廷を盛り立てて自分たちの考えを政治反映させようとする考えのことです。攘夷、外国勢力を打ち払おうという考えです。薩摩藩鹿児島、長州藩山口、肥前藩佐賀、土佐藩高知ですね。生麦事件、1862年、神奈川県横浜市、場所チェックしておきましょう。乗馬したまま行列を横切ったイギリス人を藩士が殺傷します。その結果ですね、薩英戦争、1863年が起きます。また四国艦隊下関砲撃事件が起きます。これが1864年ですね。四国というのはイギリス、アメリカ、オランダ、フランスのことです。倒幕への動き、薩長同盟、1866年、薩摩藩と長州藩の軍事同盟ですね。坂本龍馬、土佐藩の働きです。大政奉還、1867年、一夜むなしく大政奉還ですね。政治の実権を天皇に返します。徳川慶喜、15代将軍です。王政復古の大号令、これも同じ年ですね、1867年。
天皇を中心とする新政府の成立を宣言しました。はい、今回の覚えておきたい年代です。1716年享保の改革、1787年寛政の改革、1792年ラクスマン来航、1837年大塩平八郎の乱、1841年天保の改革、1853年ペリー来航、1854年日米和親条約、1858年日米修好通商条約、1862年生麦事件、1867年大政奉還、一夜むなしく大政奉還です。おすすめ資料集歴史漫画付箋はいつもと一緒なので見ておいてください。概要欄にリンクを貼っておきます。はい、今回のおすすめ息抜き動画一つ目は中田敦彦さんの YouTube 大学の日本史シリーズですね。今回の範囲はまず日本史8の後半です。オランダ人のモノマネが私は好きです。日本史9は今回は最初の7、8分、王政復古の大号令までです。はい、おすすめ息抜き動画2つ目は踊る授業シリーズ諸説ありですね。今回はペリー来航ですね。私も結構好きな動画の一つです。3つ目がいつもの日本史ラップシリーズです。はい、おすすめ息抜き動画4本目は歴史にドキリです。1本10分程度ですね。歴史好きな人にはおすすめです。今回は4本あります。はい、最後までご覧いただきありがとうございます。今後も超歴史ポイントシリーズは続きます。気に入った方は高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。